何か手を焼くことでもあった。逃げ道は、仕掛けはどうやら
時間の経過とともに変化しているようだ。横の扉から上層に行ける。そこで仕掛けを再起動するとしよう。全ての不問を光が指し示すエリアまで回転させることで、ここの仕掛けを解けるはずだ。扉が開いたら進むとしよう。目指す終点はもうすぐだ。ここが一番奥みたいだな。気をつけろ、アビスの気配だ。うわぁ、本当にアビス教団の奴らが現れた。キャッカス落ちる。権限せい。稲光、すなわち永遠なり裁きの雷。雄鳳斬滅。スラムコン。月のように永遠なる権限。予想通り、偽りの記憶は罠だったか。これで奴に会う機会も。ダイエット、次どうした？勝ちなかったか。致命的の乱れだ。お前って、本当に感覚が…貴様たち、今から俺の言うと、今アビス教団は何かをし、二手に分かれると考えればいい。やはりな。こうして貴様たちの罠にはまることで、ようやく俺の前に現れる気になったか。君は自分自身と幸運鬼の目の両方をかけた。これだけの餌を用意されたんだ。誘惑に負けて罠にかかったのはむしろ俺の方なんじゃない？一人で来たのか。
貴様の信者たちはどうした？連れて十分な準備をした末光の剣を前に、いくら戦力を投入したところで無駄なことだよ。言いたいことがたくさんあるのは知ってるよ。でもその話は俺を倒せたらにしよう。アビス教団が動いてる上に地脈もおかしくなってるなんて。急いでビマラ村に戻ろう。おい、あのヒルチャールを見ろよ。落ち着きがないって話だったよな。なんで。新たな世界で彼らは誇りに、二度と苦難に思い悩まされる。これを代償に魂は純粋。あ、聞こえたか今。優しい口調だったよな。なんだかよく。ここのヒルチャールも同じだ。みんなおとなしくな。ほら、君も僕も、僕たちは引き換えに悲しみに暮れる時も。あっちを見てくれ。あいつら寝てるみたい。そして最後に眠ろう父よ。再び目が覚めた時、死ぬようにも。でも少なくともヒルチャールたちは、とりあえずヒルチャールのことは置いとこう。今なら例の失踪者が見つかるかもってダインが言ってたし。風向きに従え。はい。アマディアじいちゃん、なんともなかったか。アビス教団が、まあ何にせよ気に。そっか。あ、そうだ、オイラたち今日村にいなかったんだ。失踪者。え、お前たちがずっと探して、その人探しの依頼を受けてな。すまんの。少なくとも今のところ。どういうことだ。絶対おかしいぞ。昨日アマディアじいちゃんとお前はどう思う。あ、まさか。そうだな、こんな状況。フィールドワークより人体を研究する。失踪者？やっぱりこうなるのか。お前が褒めてた青年のことだぞ。20代前半の、ね。おお、誰のことを言って。私が今の若者をそう高く評価。彼しかいないだろう、間違いない。だがなぜ失踪した。彼ならさっき他の人と一緒に。おかしいなあ。バハラームはまだ。あ、もしかして。マハールカデバータの時みたいに誰も彼のことを覚えてない。記憶に変化が起きてるみたい。時間を遡っていて彼の失踪前に戻ってるのなら、記憶の中にしか存在しない人。オイラたちが誰かの記憶の中に入
そうだぞ。お前が前に血縁者の記憶に入った。それに本当にその通りだったらここの…ああそうだな、記憶の中にしか…でもさっきよ、ほか血脈の乱れがいつまで続くかわからないし。うん、今んとこそれが…この前オイラたちは失踪者に能力があることを隠し…そう、それだ。例えばその能力…みんなの記憶の中にある情景はほぼビマラム…記憶の中で時間が流れたら元の記憶との…実際に経験した記憶と埋め込まれた…うん、ダメ、特定の記憶…なるほど、道理で空の色がずっと変わらないわけだ。これが記憶。記憶は追加で埋め込まれるもん。でもその追加分の記憶の中、例えばこんな疑問、その違和感をなくすために。空の色、彼女が言ってた時間、ラインが少し前に記憶を埋め込まれてた。村長は彼のことを忘れてしまったのかと思ったけど、実際は人…うん、違う。あ、思い出した。そういえばあの人と話すのは、今思い返してみると、彼と話してると時間の流れが…うわ、間違いない、ここはだな。ジェイットおばあちゃんはね、若い頃にやってた傭兵の癖が抜けずに、つい、あ、そういえばいつも私ばっかり喋ってるよね。ま、君は芯が強くて、それでいてこれから素敵な人にたくさん出会って、とても幸せな生活を送ることになる。あれ、あそこにいるのってあなたのお友達？そっか、記憶の中のアトッサは、ま、うん、友達だよ。きっと僕を探すために。だからごめん、アトッサ。さっき未来か。うん、いいよ。君に会えて嬉しいよ、旅人。僕たちが会うのはこれが初めて。アビス教団の創立者で、その極限の悲しみから生まれて、あのアビスの力を盗んだカーン・ルイヤの子。違う違う、あなたはカリベルト・アルベリヒ。え、僕のことを知ってるの？あ、そっか、記憶のおかげだね。血縁者の記憶を通して。ここはアトッサの記憶で、もう場所を変えよっか。さ、
最後の挨拶に間に合わなかったみたいだね。カリベルトの意識が消えたことで主のいなくなった空間はもうじき消える。二人ともここにいるべき人じゃないから触れることはできないよ。じゃなかったら俺だってホタルを抱きしめてた。少し話そっか。こんな風に足を止めて二人でゆっくり話せる機会って滅多にないからね。さっきの戦い本当に大変だったんだ。ああ、ラインとの戦闘のことなんだけど、まさか俺に向かって剣を振るうのにまだためらいがあったなんて。そうじゃなかったらきっと今の俺でも末光の剣にはかなわなかったはず。500年、そうだね、運命の食器、天理が目覚めるまでね。500年前にカンルイヤで災厄が起きてから、少し前に水神が自分のカムクラを壊したのを規則をああもないがしろにしても、天空の島は何の反応も見せなかった。でもいつか必ず天理が目覚める日は訪れる。今の、うん、ほら、カリベルトのことを考えてみて。彼、それにヒルチャールだった時、その仮面、この世界にはいなくなった後でも、でもそんな彼の存在する権利を、もちろんこれはほんの一例に過ぎない。お、ホタル、この世界でそういう風に私を呼ぶの、本当はお兄ちゃんに聞きたいことがたくさんあったんだけど、今だってわからないの。なんで一緒に旅を続けてくれないの。旅の終点で果ての花の海って場所にたどり着いたんだ。覚えてるかな？ずっと昔、ホタルはこう言ったんだ。宇宙のどこかで、あの花が咲く花の海を探したいって。そしてあの場所には、その、これって、ただの偶然だと思う。それって。俺だって、ずっと思ってたんだ。でも戦争が終わって、あの最後の答えを手に入れるまでは、
自分とどう向き合ったらいいかわからないんだ。空間が主がいなくなったからもうここを維持できないんだと思う。実はこの空間はお互いに触れられないだけじゃないんだ。カリベルトが消えた瞬間から全てあるべきじゃなかった。俺たちが今回再会したこともそう。そんな、なんでもっと早く教えてくれなかったの。話を聞くと、ある日の夕暮れ時に村の外にある木の下を通った。救助は一人で居眠りしてたらしい。しばらくすると両親らしき人がやってきて、その話を聞いて次第にみんなも思い出したんだよ。まったく。ああそうそう、失踪した若者の名前も思い出したんだ。カリベルトっていう青年でね。変わった名前だろ。もっと早くこの先の未来を。どうやらみんなカリベルトが村を離れたって思ってるみたいだな。そういえばあたさがどうして村にもあいつの姿がな。お父さん何ぼうたしてるんだ。 あなたたちよかった。私も捜索チームに参加して。こんなに大切な思い出だ。確かにそう言われたこと。人生は思い出からできてるものだ。あの人に出会えたことを幸せだったこと。はいはい、私って。じゃあなきゃ、どうしてカリ別に慰めなくていい。カリベルトさんがいつも言ってたように。でももし、ここ数日、本当にお疲れ様。これで、いいんだよな。そういえば、さっきお前が。写真か？